皆さんこんにちは、キスケです。ということで本日は水曜日ということで、お知らせ見ていこうと思います。はい、上から見ていきますか。まずリミットブレイクが開催と。なるほど。いやこれね、どうかな。いや難しいよね。フェスティバルの第3弾はウルトラレアリティのキャラクターやから、まあ直でこのリミテッドのマルチが活躍することはないんやけど、やっぱ第1弾第2弾のキャラクターがリミテッドでしょ。だから引いてもいいのかなとは、個人的には思いつつなんだよな。どうかなっていう感じ。一応リミテッドマルチ600ゲットするためにはなんか3000個ぐらい必要やったよね。確か3000個時の結晶を使って引くっていう感じだと思うんですけど、まあむずいよね。第3弾のために貯めとくか、それとも使うのか、まあそれは個人の自由かなとは思います。はい。でこれはなんだ、レジェンズウルティメイトピックアップ、獲得 Z パワーが2倍、スパーキング1体確定、レジェンズリミテッド孫悟空&最終形態フリーザー完全体セルが再登場、レジェンズリミテッド4体が登場する超豪華ラインナップのステップガシャ。へえ。あ、この4体なんや。悟空フリーザー自爆セル17号、バチガイのホープソード。へえ。ステップ内容がこんな感じ。なるほど。あ、4ステップ目は無料10連って書いてる。あ、1連じゃないんすや。へえ、そうっすか。なるほど。ステップ4まであんのか。だから時の結晶3000個使えば、4回目が無料になると。あ、なるほどね。注目キャラクターはこの4体。亀仙人も入ってんねんね。まあこのガシャの当たりは悟空フリーザとセルで17号、まあ3体ぐらいいるって感じか。なるほどね。その他のキャラクターはちょっと厳しいかな。まあでもこのガシャ多いんやったら、これいつまで ?1月4日、1月4日まででしょ。ってことはあれやな、多分第3弾来てるよね。だからそんな急いで引くようなガシャでもないかなっていう感じはする。第3弾待ってからでもいいと思う。ただ対するこっちね、リミットブレイクは期間めっちゃ短いんですよ。5日間しかやってないんですよね、これ。25日までクリスマス。皆さんクリスマスはどうですか？一人ですか？僕は一人です。ということで、まあ、こっちはね、低いんやったらちょっと早急な判断を強いられるっていう感じですね。でレジェンズフェスティバル。これはまあいいか。多分フェスティバルのイベントがまとまった項目ですよね。で、ぶっ通しレイド、次年。なるほど。レイドボスとバトル報酬、フルパワー次年が敵ですね。はいはいはい。まあ今までの、あれかな。フェスティバルキャラクターたちが、まあ特攻キャラクターっていう感じなのかな。はい。OK です。了解。もう最後やね、フェスティバルレイド。5回目っすよね、これで。で、終わり。京都第一形態フリーザー。ほう、なるほど。開催と。まあ、悟空バーダックがね、おお、新しいフラグメントあるやん。ああ、いいシーンだ、これ。いいシーンだ、これ。マジで。カカロット。サイヤ人に装備できると、スロット1が必殺4ダメージ 12%、打撃防御 20% で、バトルメンバーに悟空がいると、打撃攻撃 12% で、スロット3が射撃防御が 20%、バーダックチームがいると 12% 射撃攻撃。だからまあこれはあれやね、あの悟空バーダックに装備できれば、全部能力は解禁されるって感じか。じゃあ強いね。なんか悟空バーダック専用みたいなフラグメントかな。で、悟空バーダック採用してるパーティーに入れれば、まあ漏れなく装備できるって感じやね。なるほど。んで終わり。シャロット強化ミッション、
ニューって書いてるけど、これ新しいの？新しいフラグメント出るって言ってたね。そういえばユニークフラグメントを獲得できるミッションを追加しました。強化することで必ずゴッドランクを作成できますと。どういうフラグメントなんやろ、気になる。うん、見してくれるよね多分。シャロット強化ミッションはシャロットを育成強化することでキャラクターの成長を体験できるミッション。どういう能力？あ、これだ、サイヤ人を舐めるな。基礎体力 10%、スロット2が打撃防御が 20%。 バトルメンバーに自身以外のゲームオリジナルがいる場合、え？打撃攻撃 15% で、スロット3射撃防御力 20%、自身以外のゲームオリジナルがいる場合射撃攻撃 15% クソ雑魚侍で笑ったこれは弱いな、弱いっすね。まあシャロットスパーキングになったことによってそこそこ戦えるようにはなったけど、まあそれでもやっぱフェスティバルキャラクターとかさ、そんじょそこらのリミテッドキャラクターには劣るんで、もっと強くしてもよかったんじゃね。でしかもこれ自身以外のゲームオリジナルでしょ、パーティーもめちゃくちゃ絞られるやん。これは弱いっすね。うん、弱い装備条件はシャロットだけやし、だから悟空バーダックと使ってねってことでしょ。うん、要は悟空バーダックみんな引いてねってことでしょ。うん、弱いっすね、弱い、雑魚やわ弱、それやったらもうこっちでいいやん、こっちでよくない、こっちのフラグメントでいいやんね。 3% くらいしか変わらんしね。あっちは 15% でこっちは 12% なんで、まあちょっとシャロット専用の方が強いっちゃ強いけど、うん、そんなあんま強くないな。なるほど、もっと使いやすい装備条件の方が良かったんじゃね。で力の大会新シーズン、はい。で、フェスティバルメダル交換所、これフェスティバルメダルってどこで集めんのこれ俺まだ600枚ぐらいしか溜まってないんやけど、もう終わるぞこれ。大丈夫？間に合う？入手先がこんな感じか。フェスティバルレイド、ログインボーナス、共闘、PVP、チョイスバトル、なんだこれ一番下の。まあ後で見るか。なんだこれ一番下の。24、ああ、もう開催してんのか。で、うわ、何これ？何この身勝手この身勝手何？見える？左上、身勝手の悟空いますけど、こんなイラストの悟空いないよ。でしかもこれタイトル画面っぽくなくない？ちゃんとなんかキャラクターとしての身勝手っぽくない？イラスト的に。え、超かっこいいやん。何これ？出てくるってこと？ウルトラ身勝手？もしかして第3弾？マジ？なんだこれ。で、宇宙最強ギルド超決戦ですね。なんかギルド戦専用のイラストにしてはちょっとかっこよすぎないかキャラクターとして実装しないともったいないレベルじゃないこれ。え、めっちゃかっこいいやん、身勝手。で、終わりっすか。フェスティバルケット第2シーズン、あとニューって書いてるのないかな。超時空ラッシュ開催、なさそうですかね。はい、ということで、じゃあちょっとバーダックの能力見に行くか。全開覚醒の、僕まだ見てなかったんで。結構前から見れるようにはなってたんやけど、はい、見ていきましょう。これか。あ、まだ貫突じゃないんや。限界ステータス、はい、こんな感じかな。あれ、これ全開覚醒乗ってる？全開覚醒なってるこれなってる？うん、 OK。 体力270万、攻撃が29万、射撃が29万。で、気力減少、リベリオントリガー必殺アーツ、特大ダメージ、余ダメージ 15% アップ、自身の手札をすべて破棄、破棄したアーツの枚数によって威力が上がると。特殊アーツはカード1枚ドロー、体力 15%、 気力30回復、次に発動する射撃アーツの余ダメージ 15% アップ、
戦闘符のナバトルメンバーがいるとバニッシング 60% 回復、敵の手札を2枚吐き、で究極圧、究極用ダメージ 50% アップ、火ダメカット 50% マイナス、踏ん張り無効と、はい、いう形ですね。でメインアビリティが究極圧をドロー、体力 25%、 気力50回復、特殊カバジェン無効10カウント、体力非回復量 50% ダウン。で前回アビリティがイエローかつサイヤ人、うわー使いやすい、いやこれは嬉しい。イエローかつサイヤ人はね超少なかったんで、しかも Z アビリティサイヤ人上げでしょ、いやこれはいいねこれはいいわ、すげえ使いやすい、感謝。でバトル開始時4ダメ 90%、 火ダメ 35%、 状態異常の発生無効60カウントで、踏ん張りがね、はい、あの無条件でつくようになりましたこれがマジで弱かったからな、ようやくついたね、うん。で攻撃終了後、4ダメージ 30% アップ、ドロソク2段階アップ、2段階アップすごいね。あ、ジョージはドロソクついてないのか。で敵全体に交代禁止3カウントで、味方1人が戦闘不能になると射撃圧のコスト5ダウン、属性相性不利無効化受けるときですね、はい。で、場に出てから4カウント経過することに以下の効果が発動すると、余ダメ 10% アップ、全圧コスト1ダウン、発動回数は両方7回ですね、消去不可で射撃圧の攻撃に対して特殊カバチェンで、場に出てるとき敵が交代すると火ダメ 25% カット、気力回復速度 20% アップ、味方の待機カウント2カウント短縮、敵の気力を25減少と、はいはいはい。でここから追加された能力ですね、場に出た時射撃圧をドロー、気力50回復、ほう、あでも発動回数1回なんやあそうですか、うーん。さらに戦闘不能なバトルメンバー1人につき気力25ずつ回復、射撃用ダメージ 10% ずつアップ、ドロソク1段階アップ、うーんなるほど、ラスワンだとだからドロソク2段階アップで殴っていけるんや、へえ。で射撃圧ヒット時射撃用ダメージ 15% アップ、必殺圧のコスト3ダウン、体力非回復量 15% ダウン。で戦闘不能なバトルメンバーがいると自身に以下の効果が発動すると、味方2人が戦闘不能になるとこの発動回数は一度だけリセットされる、次に発動する必殺用ダメージ 20% アップ、特殊カバチェン無効10カウントアップ、どうすかどうすかね、ちょっと味方依存すぎるな、うん、まあ、弱くはないでしょうね、リミテッドの覚醒なんで。味方依存が過ぎるな、これどうだろう、むずいね評価が。まあでも無条件で踏ん張りつくようになったんでそれはもうありがたいっすよ、うん、ってな感じかな、まあ、味方落ちてからが本番って感じか、なるほど。まあまあ弱くはないんじゃない、だって悟空バーダックいるんでしょ同じパーティーに、そう考えると強いんじゃないかなって個人的に思いますかね。踏ん張りもいるし悟空バーダックの不滅もあるしみたいな感じで立ち回れるんで、まあ悪くないかなって感じですかね、はい。ということでいかがだったでしょうか、まあ、今回のアップデートぼちぼちって感じかまあ何ら変わらずって感じだよね、うん、フェスティバルの惰性期間っていう感じでしたね。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。